しますから。だからこのゴミ箱で死に続けてくれますよね。もう誰にも邪魔させない。誰にも渡したりしませんから。大好きです、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 大好きです。どうしてここまで来たんですか。あのまま校舎にいればずっと見つめていられたのに。好きなままで幸せだったのに。私、あなたがわかりません。私に声をかけてくれて、私を何度も助けてくれて、でも最後にはサーヴァントに襲わせる。そんなに、そんなに私を苦しめたいんですか。これが最後です。聞かせてください。あなたは私をどう思っているんですか。それならどうして何度も私を拒んだんですか。どうしたら、忘れられたらよかったのに。AI である私には、忘れる機能がありません。大好き。好きなんです。大好きなんです。だから、教えてください。どうすれば私を好きになってくれるんですか。あの子、もしかして鏡に映らない系？ともかくご主人様、ここははっきり、すっぱりお断りするのも真心です。何を言っているんですか？私の手、おかしくなんかありません。私は普通です。なのに、なんでそんな嘘を言うんですか？そっか、そうなんだ。私がアルターヘゴだから、BB の分身だから。そんな嘘で、私を騙すんですね。こんなに、好きなのに。あなたがいないと、生きていけないぐらい好きなのに。好きだ好きだは結構ですが、
あなた、一度でも好きになってもらう努力をしたこと、あるんですか？愛とはギブアンドテイク。思うだけではダメなのです。打算的でないものは、愛ではなく恋と言いましょう。あなたの好きは、まだその息です。胸を絞って、じゃなくて。顔を洗って出直してきなさい。ま、だからこそ同情というか、憧れちゃいますけどね。対象がご主人様じゃなかったら、応援してあげてたかも。私は、おかしくなんかない。あなたがいないと、生きていけないだけ。だけど、AI は、死にたくても死ねません。だから、だが死んでください。ここで死んでください。私だけのキューブになって。さあ、これが一番です。いなければよかった。あなたなんて、いなければよかったのに。うわー、ヤンデレストーカーがマジギレマーダーにクラスチェンジとか、BB の本性も知れますね。ふざけないで。私は本気です。これは私の愛、私の恋、 BB なんかとは違うんだから。重い。私の手、こんなに重い。どうしてこれじゃ立てない。もう立ち上がれない。さてさて、恒例のお食器タイムです。え、相手はアルターエゴ？人間じゃない？そんな細かいことは関係ありません。心が乙女であるのなら、 AI だろうと神様だろうとモンスターだろうと、それは女の子という分類なのです。私をいじめるんですね。ひどいです。気が済んだ。
なら話してほしいです。私は普通です。普通なんです。胸が苦しくて。話してください。痛いの嫌、恥ずかしいの嫌だよ。やめてくださいってお願いしたのに。やめてくれるんですね。よかった。違います。私、いじめられるの嫌いだと思います。一人ぼっちも嫌いだけど、でも誰かが寄ってくるの怖いです。だって触られると、その私の体痛くなったり熱くなったりおかしくなっちゃいます。いじめられるのは怖いです。私のせいじゃありません。きっとみんな意地悪なんです。勝手に興奮してるんです。私が嫌いだから。そんな、ひどい、ひどいです。あなたなら、きっと、私の王子様になってくれるって。私を、そうやって嫌わないって、見捨てないって思ったのに。なんで、そんな目で見るんですか？私は怪物じゃありません。普通の女の子に、普通の女の子になりたいだけだったのに。私は不器用でうじうじしていて、あんまり頭も良くないけど、あなたのことが好きで、本当にただそれだけで、少しでもそばにいたくて。だから邪魔する人たちにいなくなってもらいたいなって。大きすぎます。声が肌にビリビリきます。
やだ、違います、嘘です、さっきのは嘘です。あなたが言うならやめます、やめますから、私を嫌わないで。私のこと好きですよね。だから優しくしてくれたんですよね。私のことを好いてくれたから、私のものにしていいんですよね。ずっと二人でいてくれますよね。いや、痛い、どうしてそんなことを言うんですか。してないで、私を嫌わないで。お願いします。どこにも行かないで。わからない、あなたの言ってること全然わかりません。ここから出なければ安全なのに、私がずっと一緒にいるのに、どうしてそんな勝手なこと言うんですか。私のこと嫌いなんですか。わかりません、あなたのこと、言ってることもしたいこともわかりません。こんなに愛しているのに。痛いです。人に否定されるのがじゃなくて、あなたにそう言わせたことが悲しくて。本当なんですね。これは愛じゃない。せっかく分かったと思ったのに、ずっと二人きりぴったりくっついて、他には誰もいない。意地悪する人も、痛いことする人も、お互いのこと全部知ってて。もう、喋る必要もないの。私のこと可愛いって思ってくれてれば、もう何も考えなくていい。私もあなたのことだけずっとずっと考えて、でもそれは愛じゃないですね。わからない、わかりません。こんなに苦しいのも、あなたの辛そうな顔を見て、心の底から悲しくなるのも、私にはわかりません。きっと、AI は愛が理解できないようにできているんです。だから、私を嫌うんですね。大嫌い。でも、そんな顔をさせて、ごめんなさい。ひどい言葉を言わせてしまって、ごめんなさい。私のために、命を懸けてくれて、ごめんなさい。